近鉄の大阪上本町駅か。最近は特急もここが始発の分は少なくなってしもたし、ちょっと寂しくなったのう。む,む ?2400 系あ、こ、これは、この巨大なクーラーカバーは。あれちょっとしたら南海の6000大あざりさんじゃないですかおや拙装のことをご存知かないや、それはもう、 えらいさんになったっちゅう噂は聞いてますから。ところで、さっきからブツブツ私の方を見てなんか言ってはりますが、何でしょういやー、あなた立派なものをお持ちですなはいや、屋根のクーラー。あ、クーラーですか。いやー、お恥ずかしい。もともとラインベリアをつけてて屋根が低いもんで、クーラーがでかいんですわ。いやー、ほんとに立派なものをお持ちです。 ひょっとして集中式ですかいやいや、一応前後に分かれて二つになってるでしょ集中式は一両に一台しかクーラーがついてないやつですわ。ああ、そうでしたか。えということは、集骨分骨式ですか何ですかそれ。集約分散式ですよ。集と分しか合うてへんやん。いやいや、私もそうかもしれんけど、ダイヤジャにも立派なものをお持ちですやん。 そうですかの。しかし、最近の若い電車は、みんな屋根見ても、のっぺりしたやつしかおらんからつまらん。男も女も出るところが出て、立派なものを持ってないとそそりませんの。あんた、本当に偉いボンさん